はい、大楽の窓です。今回の話題、韓国がアメリカにも嘘つき呼ばわり、全世界を敵にする。今回はこういった話題からお届けしてまいりたいと思います。ロシアのウクライナ侵攻で韓国がなかなか制裁に踏み切らなかった中、アメリカ発表の制裁参加パートナー32カ国からも韓国は外されたということで、相当焦っていた模様でありますけれども、3月1日の国連人権理事会では韓国代表が、明白な国連憲章違反、韓国はロシアの侵略を強く糾弾するというね、こういうことを突然言い出しました。実際には何をやるのかなと思っておりましたけれども、その中央日報などの報道では、取り残されるわけにはいかないということで、金融取引停止、スイフト排除、戦略物資の輸出中止、こういうことを決めたということを発表したという報道は見ました。実際もう始めているのかどうかね、よくわかりませんけれども、いずれにせよ先ほどの国連理事会ですよね、ここでの発言はロシアに対し強く糾弾するというところで、パッとねこれ止めておけば、それはそれでね評価されたと思うんですけれども、この後続けて唐突にですね、また日本に対する慰安婦の話までずらずらと付け足しておりました。こんなことをね言っておりましたけども、辛い経験を証言した慰安婦被害者の故金学順さんのような勇気ある被害者を称える唯一の方法は、被害者に対する残酷な行為を記憶し、名誉と尊厳性を回復させることとして歴史的な責任を感じ、我々は引き続き生存者の声に耳を傾けると述べたということらしいですけれども、今こんな話を出して各国が耳に入るとでも思っているんでしょうかね。ウクライナの問題は今全世界の安全保障に関わる緊急事態であります。個人的な話はよそでやってくださいという人が出てきても不思議ではないと思います。場合によってはね、これ席を立つ国があってもおかしくないような、それほどへんてこな発言だとも思います。今それどころじゃないでしょうと、もう少し場を考えましょうよと言われるのがオチではないでしょうかね。本当に人様の時間とエネルギーを無駄に奪うなと、このように私は感じます。まあただ結局そういうことによってですね、ロシアに対する非難の声をちょっとでも薄めようというね、そんな意図も働いたのかもしれません。何より私たち日本に対して常にしっかり非難していますからね、ロシア様、中国様といった、そんなメッセージも込められることになるのではないかと、そんなことさえですね、私は感じました。まあそんなところで、立派なロシアに対する非難声明ですか、そしてご丁寧に日本に対するバッシングまでここで付け加えたわけですけれども、ところが自分たちがベトナムで行って何をやってきたのか、そういったことは一切当然ですね、お首にも出さないということであります。それどころかつい最近でも韓国のネットではベトナム戦争当時の話について、いわゆるですね、逆切れ、こんなことまでやっております。どんなことに逆切れをしたのかと言いますと、実はこれウィキペディア、英文のウィキペディアでありますけれども、ベトナム戦争に関する説明書きがあるわけですが、これに対して韓国は怒っているということであります。どんなことが書かれていたかと言いますと、韓国はアメリカに次ぐ2番目に多くの派兵を行った、韓国が参戦の意向をケネディ大統領に提案したが、東南アジア条約機構の加盟国ではないので断られた。後に金銭的保障に対する対価として参加するということで許可された。アメリカ国務省によると、韓国軍は戦闘的な作戦の遂行を嫌がり、人口密集地域の小さな区域を守るくらいにしか使えなかった。要するにこれは自分たちが参戦させると言ってきた割に、実際はヘタレだったと言われているわけですよね。それから
韓国軍は体系的に故意に蛮行を犯していた。これはもう有名な話であります。ヘタレの割には民間人などに対してはひどいことばかりをしていた。アメリカ国務省の記録にもはっきり残されているという、こういう事実であります。それから韓国軍兵の犠牲者約5099人、負傷1962人、韓国軍によって出たベトナム兵犠牲者41000人、こういうこともね書いてあるということですけども、これに対してもなんかイチャモンがあるんでしょうか。それからアメリカは韓国軍人にベトナムでの努力に対して2億3600万ドルを支払い、韓国の GNP はベトナム戦争中に5倍増加した。こういうこともね書いております。これも気に入らないんでしょうか。まあということで、英語のねこのウィキペディアを見たらろくなことが書いてなかった、自分たちが学校で習ったことと全然違うじゃないかと憤慨して、わざわざネットに投稿までした韓国人がここにいるわけでありますけれども、日本のウィキペディアならもっとねさらに詳しく韓国兵などについても書いております。何をやったかということを数字も含めて書かれております。アメリカとしても雇用主である立場上、あまり韓国が行った不始末をあからさまに非難することはね避けているのかもしれませんよね。これでもこの投稿に対して韓国のネットの反応であります。これがまたひどいものでありますけれども、ご紹介します。ウィキペディアはあくまでウィキペディア。本文内容にはあまりにも虚偽が多すぎる。まずベトナム戦争参戦はアメリカの切なる要請で実現した話。韓国が要求したわけではない。犠牲者を出せば国内世論で批判も浴びるので嫌だったが、アメリカの粘り強い圧力に屈して参加することになった。毎年の支援削減まで持ち出すという悪質な手を使われたということでね、脅されたということでしょうかね。韓国ではベトナム戦争当時、自分たちの国がいかにですね功績を上げたか、素晴らしい結果を出したか、活動したかということをね教えているはずであります。常日頃韓国の人もそのような発言を多く上げるわけですけれども、いざこうして否定される番になると、急にいやあれはアメリカから無理やり行っただけでね、韓国が別に本気でやってなかったんだと、こういう言い方をするわけですよね。コロッとこう変わるわけですよね。それからまず第一に、韓国人はウィキペディアが苦手。そこに反感である日本や中国、ベトナム人からの構成が一つや二つではない。ベトナムにいる韓国人でさえそういうことを言う者がいるということでね、ウィキペディアが得意だろうが得意でなかろうが、そこに書いてあることが事実なのかそうでないのか、それをねちゃんと説明すれば良いだけなんですけども、それはやっぱりできないんでしょうかね。ただここでもうアメリカも日本も中国もベトナムもみんな悪いんだと、このように言っております。はい、それからアメリカも悪いかもしれませんが、中国に比べたら天使のようなもの。ウイグルやチベットで行っていることは本当に邪悪ということでね、なんでそっちに話を持っていくんでしょうかね。今度は中国問題を出してきましたけれども、ベトナムのことを否定しきれないから、あれに比べたらということで、これ話をごまかしているんでしょうね。それから実はアメリカも中共と同じならず者。蒋介石を叩き、ミッドウェー海戦で日本を叩いたアメリカは、あとは中国をいかにして叩くかだけを考えていたということでね、もう支離滅裂ですけれども、今度は蒋介石、それからミッドウェー海戦まで出してきました。はい、それから朝鮮戦争はアメリカが仕掛けたもの。アメリカと同盟を組んだ今、韓国の生活は向上しましたが、それはアメリカが良い国だからではなく、我々が彼らをうまく利用したから、アメリカへの幻想は捨てるべきと、こんなことを言っております。今度は最後は朝鮮戦争まで出てきました。もうめっちゃくちゃであります。常日頃から散々世話になって、今でもですね頼っているアメリカさんのことも、こうして自分の保身のためにはですね兵役で悪者にしてしまうということです。そういう話もね、確かにこれあってもおかしくはありませんが、今ベトナム戦争での話をしているわけですよね。あそこで韓国は何かやったんじゃないのということですけれども、本当に無差別に誰彼構わず責任をなすりつけるということです。
しかも散々援助を受けてきたことをおかげさまではなく、こちらが利用してやっただけなのだと、こういう言い草ですからね。まあ日本も散々やられてきましたけれどもね、こうして恩をあざで返しというのはアメリカに対しても同じくやるわけです。まあ本当にアメリカにしてこれですから、今しがたね、最後の人のコメント主の言葉を引用するのであるならば、日韓関係がうまくいくなんていう幻想こそ捨てるべきではないでしょうかね。はい、ということで今世界中が大騒ぎしている中でありますけれども、韓国さんの姿勢というのは立派に一貫して変わらないということであります。今回続きましてね、タイ人の声もご紹介したいと思いますが、同じ ASEAN の話題はタイでもよく取り上げられることがあります。韓国人がベトナムの提供する食事を侮辱したということで炎上したことがありましたけれども、その時タイではこんな声が上がったということで、最後にいくつか改めてですね、これ以前にもご紹介しましたけれども、改めてご紹介したいと思います。韓国による差別的な問題はしばしば起こりますね。あの国の根本的な社会問題だと思いますというね声、それから韓国は中国や日本の下に長いこといたので劣等感が強いのでしょうというね、こういう意見もあります。それから確かに韓国は経済発展した国ですが、未だ南北に分断されて解決できないことを考えると、私たちの国は誇れると思います。タイは朝鮮戦争で派兵支援をしているので感謝されるべきですということであります。まあね、そんな感謝はまず持ってないでしょうね。それからあの綺麗なお顔の人たちは本当に傲慢で、自分のしたことなどすぐに忘れますということであります。はい、それからもう一つ、北朝鮮の方がちょっとだけよく見えてしまいますなんていうね、こういう意見もあります。わからないでもありませんけれども、あんまりこういうね錯覚に陥る、これはよくありません。危険だと思います。タイでも拉致被害者が少数でありますか、おりますからね、こういうことを言ってはいけないと思います。はい、それから次、ベトナムの立場を理解します。タイ料理でさえ韓国人に侮辱されています。全く何が言えですかということでですね、あの韓国語ではいという返事をですね、言えと言いますよね。あれは結構ね、あの韓国に行ったことがある人、あるいは韓国人同士のね会話のその現場にいたことがある人は結構耳に残ると思います。それからもう一つ、私が初めて韓国料理を口にした時、思わずテーブルをひっくり返そうと思いました。なんとつまらない食べ物なのか、甘っちょろい環境で作られた食べ物、安っぽく思いましたということでありますけれども、結構ね素材がだんだんだんと出てきて、あとはね焼肉をやるとかそういうことが多いですからね、あとは鍋がだんと出てきてそれで終わりとかですね。タイ人も韓国料理が中には好きという人も当然おります。しかしながら甘酸っぱくて辛い感じが本当に受け付けないと、こういう言い方をする人も本当に実に多いです。それから韓国で家族旅行へ行ったことがありますが、東南アジアに対して冷笑的です、嫌な思いをしましたということでありますけれども、ましてやそんなね東南アジアの国ベトナムに対して謝罪をするなんてことはね、もうおそらく絶対にないでしょうね。それから最後にもう一つですね、日本人でさえ韓国をあれほど嫌がっているんですからね、私もダメですというこういう意見であります。はい、ということで今回も最後までご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録のほど何卒よろしくお願い申し上げます。冒頭で触れた国連人権理事会ですよね、韓国が発言した言葉はこうでしたよね。被害者に対する残酷な行為を記憶し、名誉と尊厳性を回復させること、歴史的な責任を感じ、我々は引き続き生存者の声に耳を傾ける、こういうことをね言っておりましたけれども、ならばベトナムに行ってたくさんの人たちの声に耳を傾けるべきなんですけれども、彼らの行動からして到底それをやるようには思いませんよね。ベトナムも思いのほか大騒ぎはしておりませんけれども、それに見合うだけの恩恵を今ね韓国はまあ投資はしているとはいえ
受けているんでしょうかね。今回のロシア制裁にしても韓国は今になって慌てて始めましたけれども、アメリカも日本も中国も全部並べて悪党呼ばわりしております。こんなこと言うぐらいなら何もジタバタすることなくですね、ロシアに対しても堂々と構えていて最後まで何もしないということで良いのではないでしょうか。今回取り上げたたった2つの話題、これだけでもですね、アメリカ、ベトナムを嘘つき呼ばわり、そして日本、中国も悪党扱い、ビクビク気を使っていたロシアに対してもやっぱり非難声明を出す、こういうことですからね。結局は全世界全部を敵に回しているというだけではないでしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。